明日デラウマキムチ買いに行きます。三井食品さんのですね。おー嬉しい、美味しいです、すごく美味しいです。キムチなんですけど、でもなんかすごい食べやすいというか、辛すぎなくて、私はすごいなんだ、まろやかさもあって好きですね。容認、容認っていうか、容認の意味がちゃんと理解できてますかね。おしましや、いいでも容認する人、容認ですかね。はい、あのそうですね、やっぱ一人っていうのはね、単押しももちろんめちゃめちゃ嬉しいです。単押しもすごい嬉しいですけど、やっぱいろんなこう気になる気持ちもすごくわかるので、私だけっていうのじゃなくてもね、まあ仕方ないなというのは思うんですけど、まあでも一番好きでいてほしいっていう気持ちが正直なところです。はい、レモンライムバー、アイスですか？美味しそう。なんか、あ、二人以外でってことですか。あ、それがなかったからちょっとえってなりましたね。大好きなの、大好きもそうですね、リクエストいただけたりするんですけど、歌えないのも申し訳ないんですけど、その手綱でね、あの歌わせていただけますので、よかった。横綱制限付きで、そうですね、なんかトッピングはそうですね、野菜いっぱい山盛りみたいなだったらよかったんですけど、ちょっと今回違うので、追加で野菜とかないのかな。なんかトッピングでもネギとかはね、いっぱいありそうなので、おいネギいっぱいです。おいネギ、おいネギ。ロマンスロケット好きなんですか。いいですよね。あの曲はでもセリが怖いです。どんだっけ、ロマンスロケット、おーイエーイ。懐かしい。ですね。深谷に火事件さんがあるから、公演終わったら寄らないと。ねえ、嬉しい。9月から始まります。ぜひぜひ、チームエーストッピング食べてください。チャイラブもいいね。いいですよね。オーブンにいいですよね。カジキンさん、東京にもありますね。そう、結構いろんな県にあるので、県に、え、地方、うん、ところにあるので、はい、皆さんの近くでも地元とかで食べてもらえたらいいんですが、チョコの役やあります。2回ぐらいあったような気がしますね。やかに大好きのポーズ受け取りたいハート、うーん、私の記憶では、え、どっちだっけな、大好き、なんか前やってたポジションだとわかんないんですけど、なんか真ん中らへんにいる気がするんですけど、え、どうだろう、わかんないです。真ん中ね、センブロのイメージだったけどな、どうだったかな、どうだったかな。じゃあ頑張るくじ、あ、本当ですか、いい賞、気になる賞ありましたか。センター、センターどうだろう、わかりません。あー、マンゴーナンバー2痛いですね、あ
れはね、日替わりっていうか交代でだからね、言えるチャンスあるかも。タン食べて親子だもん。うん、愛のローキック、ローキックかい。フグ超大好き。うん、嬉しい。満月ですか。うん、ウィンブルドンね、選んでもらえたらいいんですけど、どうだろうね、どうだろう。そう、豆腐入りの豚丼でした。美味しかったです。ちょっと楽しだよ、ありがとうございます。嬉しい、ちょっと見ててね。あー、ロープの友情もいいですね。でもなんていうんですか、力んじゃうというかこう力強くやっちゃうタイプなので。そうなんですよ、なんか一緒にやるじゃないですか、メンバーと。こう気をつけなきゃいけないんですね、結構。声の傾向と対策でもね、カラオケには入ってないんですよね。うん、ぐるぐる回るやつです。ロマンスロケット。回ります。うん。回りますね。回りますよね。回ります。え？回らないか。声の傾向対策のイントロ回ってますよね。え、ロマンスロケット回ってたかな？ないかもしれない。え、さ、食感ジューシーのカジキンさんですね。油そばです、カジキン。メガドレスを想像してしまうけど、あのなんか衣装がね、なんかそんな感じですよね。ペガスはこれ買ってた時間近くにあって懐かしい。あるんですね。もうめちゃくちゃ近所のお店にあるみたい。皆さん行ってください、ぜひ。黒いセットとか期待していい？ああ、でもありそうだけど、どうだろう、どうでしょうか。私は本当知らないんですよね、まだ。顔が見てからずっと8期目で置いちゃいます。嬉しい。青川、今年のですか？すごい昔のですかね。今年やらせていただいた、今年ですよね、今年ですね、青川かな。嬉しいですね。他の声も来て興味ありますかね。ぜひ3日と4日もお待ちしてます。9月3日と4日です。真面目すぎる表情。確かに。そのポジションで歌ってもよくやん、大好きです。嬉しい、ありがとうございます。カジキンさんのコラボ内容ってどんなんなの？9月から全国の店舗にあるカジキンさんとコラボさせていただくんですけど、今回はチーム戦で、チームそれぞれが考えたトッピングがあるんですけど、チーム S は食感重視したトッピングなんですけど、その競い合ってますので、どのチームのトッピングが人気だったかみたいな内容になってるので、ぜひチーム S を応援していっぱいね、チーム S のトッピングの油そばを食べていただけるとより嬉しいですね、っていう感じでございます。はい、毎回遠くにいても号泣しているのはここだけの話。本当ですか？でもめっちゃいい曲ですよね。めっちゃいい、泣けますよね。わかりますよ、と
てもわかります。9月の動画で初めて劇場公演行ってハマっちゃいました。今日は声も入りました。東海も来てくれましたね。昨日もめっちゃ目が合いました。嬉しい。めっちゃ見えてました。ありがとうございます。あ、そっか、青がねハマってくれたんですね、5月の。嬉しい、ありがとうございます。わーい昨日も可愛かったです。はい、また嬉しい、すごい嬉しかったです。公演も待ってます。嬉しい。優勝したら、わかんないです優勝したらわかんないんですけど、なぜ競い合うってなってますので。でもご褒美ありそうですよね。優勝したらなんか発表されてましたっけ。なんだったっけ、なんだろうそ種類、そうですね、一回食べたと思ってます。食べてください。はい、美味しいです、すごく。3種類すべて食べてみないと。ああ、ちゃんと食べられるんですね。やっぱ S が美味しいってなっていただけたらいいんですけど。なんだろう、3日応募しました。嬉しい、ありがとうございます。わーい、ありがとにゃー。 S 公園の方ですね。わー、パキジね、カレーの時みたいに。どうなんだろうね。すごい、カジキさんカウントのカジキさんのアプリダウンロードしました。すごい本格的ですね、ありがとうございます。ポイントとかたまるのかな。昨日も新幹線遅れてたみたいですね。大変な中もありがとうございます。最近雨もひどめですので、皆さん気をつけてください。立ち見祭で、見やすいんですね。立ち見大変だろうけど、横井が好きになった理由が思い出せないわら なんかインスタさんとかでなんかその DM とかもくれたりしてましたよね。でもなんかショールームさんだった気もするけど、そう、下宿公入りたくなってきました。八木くんからの、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ待っております。日程がね、合う日があったらいいんですけど。新京博士かよしだけいっぱい行くからね。本当ですか。ありがとうございます。お話いっぱいできますかね。あ、そっか、立ち見椅子ありましたね。あ、立たれてることも、そっか、座っててもいいっていうことか。そっかそっかそっか、 MC の時は座れたりするんですね。横山に会いたいです、待ってますよ公演当選願ってます。てすな、待ってるやん、待ってるやん、こうまんまんばあちゃんのブログ、懐かしい。アメブロさん、ありがとうございます。嬉しい。チーズ、いいですね、いいですね。嬉しい、当選も願ってます。予定も開けますように。
じゃあそろそろ今日はあのなんだっけアイタイムやらせていただこうかな。ただ景色が真っ暗なんですね。あ、誕生日明日、お祝いさせていただけるかな。昨日もねお見送りさせていただけたけど、ありがとうございます。今は今日アイタイムのあれですね、大富豪、富豪です。14、15日のテレビ愛知の縁日でも、縁日カジキンさんのキッチンカーが出るみたい。周年この時、周年この縁日、8月ですか、9月ですね。すごい。じゃあ食べてもらえますね。今は何時でしょう。今は54分なので56分45秒に始めてもいいですか。耳をこじ下で、あ、寝られるかな。あ、皆さん違うのにしてくださってありがとうございます。そうですね、55分になっちゃったので厳しそうですかね。どうだろう、準備間に合いそうですか。今必死にしてくれてるとこですか。いけるかな。こんばんは、今から大変号します。あ、宮森タイムありがとうございます。今日声がパチミストリン買って飲んだよ。あ、私がすごい言ってたから。すいません、ありがとうございます。美味しかったですか。あ、見守りたい、ありがとうございます。美味しいですよね。私よりすごく好きなんですけど、なんか元気出る。私もハチキコの前飲んですごいパワーつきました。56分になっちゃったのでちょっと厳しそうかな。ちょっとじゃあ57分45秒にさせていただきます。はい、そっちの方が良さそう。冷えてなかったんですかね。え、冷えてないの。冷えてる方がいいですよね。いいですかね。じゃあアイタイム始める時間は、大悟さん始める時間は7時57分45秒でお願いします。大悟さんのドキドキときめきアイタイム、よろしくお願いします。あと1分後です。私は今富豪です。なので富豪の方はちょっと見守っていただけてたらいいなと。元気出ます。なんかそういうなんて言うんですか、栄養ドリンク的な感じじゃないですか。お土産分も買ってくれたんですね。すごい嬉しい。ハチキをそして広めてくださるんですね。ありがとうございます。綺麗でした。お、富豪、あら、じゃあ次やってください、一緒に。もう始まります。皆さんもうちょっとです。40 41 42 43 44 45、終わった。栄養ドリンク、あ、嬉しい。2人お会いできました。しかも1人は初めてかな。わーい、
わーい、嬉しい。そっか、飲み物なくなっちゃいますね。嬉しい。ニコニャンカード使ってくれてる。当たらなかった。めっちゃ落ち込んでる。すいません、すいません。階段できるやん。キャンセルしてた。うん。ちょっと当たらなかった方、すいません。すいません。やってくれてありがとうございます。ハッピネスの方と楽しいってしてくれてる方、確かにボンジュール、ママの席、お母さんの席、寒いかな、大丈夫かな、大丈夫かな。大丈夫かな。一番強いカードは出すべきじゃないですね今。うん、ポンジュース、ポンジュースだったの、すいません。なんかって感じです。って感じですね。カードがちょっと難しい。あ、違うの出した方が良かったかな。接戦中、革命だ。うわー、横山ビーム。革命出ました。あー、大富豪の方が上がられましたね。革命ですね。あ、よかった。ん？あ、でも、富豪になれました。忖度しなくてごめんね。ありがとう。頑張れ。富豪、あ、一緒ですね。ワインラベル保存するテープがあるんですね。それでハチミツドリンクのラベル保存してます。うん、そんなのできるんですね。すごい、それはめっちゃいいですね。頑張れ。富豪カード嬉しい、嬉しい。縛っちゃうぞ。大悟、おめでとうございます。ありました。ただいま号ナンバー2。はい、終わったんですけど、今日2人お会いできました。ありがとうございました。ちょっと当たらなかった方、すいません。やってくれてでも嬉しいです。見守りたいの方もありがとうにゃー。カレー食べてない？賞味期限大丈夫そうですか？なんだっけ、あ、大悟さんのドキドキときめきアイタイムでした。またやらせてください。次は足らなかった方も当たりましょう。でもあれ、富豪で次もやらせていただくと思います。ではそう、明日はですね、明日は金曜日で、お仕事がの予定で、
どうなるかなって感じなんですけど、まあでも多分夜にインスタライブさんの配信とショールーム配信とできそうなので明日やらせていただく予定なんですけど、まあでもそう仕事があるから、まあ、遅くになりそうだなっていう感じで、もしかしてできないってなった場合はインスタライブさんショールーム配信はできると思うんですけど、まあでも土曜日か、土曜日も忙しいので日曜日になりそうなんですよね。だからまたちょっと明日分かった時点でちょっとまた SNS 連絡するんですけど、一応明日と思っていただいてて、夜、明日の夜と思ってもらってて、詳しく分かったらまたお伝えします。はいメールの返信かな、ね、ありがとうございます。でまたでもね、その早めにやっぱお伝えお伝えねさせていただきたいので、ちょっとまた早めに連絡できるように頑張ります。遅くなっちゃったらすいません、でも多分できると思います。明日も懐かしの SK 入る前にやってた劇団ソラの曲を歌おうかなって思ってます。インスタライブさんです、懐かしの YouTube さん出てきて懐かしいと思ってちょっと見てました、ちょっと見入っちゃいました。懐かしいと思って写真の心がまた蘇ってきましたはい、2773の方もありがとうございます。じゃあ発動いきます。よこにゃーピーン、あーえそうなの、これはやらなきゃからのーシャチホコー、金シャチの日らしいです。シャチホコーからの毎日やってるけど、誕生日のお祝いしてない、あれ明日お誕生日の方、あ今日の方もいらっしゃいました、あれすいません明日お誕生日の方、あからので止まっちゃった、そしてあれ明日の方は把握できたけど今日の方いらっしゃいました、あらいたかな、でももしかしたらコメントされてないけどいらっしゃる可能性もあるから、じゃあ発動終わったら歌います。はい、いや全然優しいです、ありがとうございます。からのーなんだっけ、んからのーうーマンゴーナンバーツーじゃ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 、あ確かにじゃ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 、はい9月4日に鉄道の公演の出演が決まりました、嬉しい。3日は S 公演もあるのでぜひ3日4日もお待ちしてます。はい、今販売中ですねチケット、ぜひお待ちしてます。からのじゃあいきますよ、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア8月誕生日の皆さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうにゃー、おめでとう素敵な一年になりますように、ありがとうございます。パチパチパチ、明日もいらっしゃったらお祝いさせていただきたいと思います。はい、皆さんもお祝いありがとうにゃん
明日の連絡、配信連絡またなのでお伝えしますね。来週、お、わかりました、了解です。1852人の方もありがとうございます。デコペン、デコペンでしたっけ、デコペン、デコペンって言いましたっけ、なんだっけ、デコピン、デコピンじゃなくてですか。え、皆さんこちらこそありがとうございました。この後はそう、オンラインサイン会のね、生写真の書き書きはもうかなり、もうほぼ書く分はもう終わったんですよ。そうなので、まあ違うね、用事で書き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 あったりするので、それもこの後頑張ります。頑張るこ、皆さんありがとうございました。ホロも、あ、嬉しい皆さんもゆっくり休んでね。またね、シチホコからのおやすみ、こにゃん、夢でも会えますように。ありがとうございました。あー、私は来たね、あ、嬉しい、両方投げてくれたんでね、嬉しい、当たりますように。そう、皆さん当たりますように当選願ってます。ありがとうございます、本当に練習も頑張ります。ありがとうございました。またね、うまい、うまい